何も考えずに水を入れて上を向いて、あ、水を向いて、シンジ君みたいな目標をセンターに入れてスイッチみなさん、ヘジーアオイです。ヨーザーキークロジョです。お願いしまーす。ソロタイミングのガッシュお願いします。何がお願いしますって。ちょっと相談があって。はいはい、珍しい。生涯をかけてどうしてもでけへんことがあんねん。終わるよ、最終回。葵ちゃんね、終わ、卒業シーズンですからね。日頃さ、はい、喉のケアとか多分気を使っているであろうブラザーに相談して解決してもらいたい。喉、え、なに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 、どれ。ということで本日の企画はこちら。どうしてもガラガラうがいできまへんねー。ワニス攻め強っ。できまへんねん。できまへんのよ。どういうこと。うがいあるやん、うんうん、お家帰ったらあーってみんなやってるやん、うん、あれがねどうしてもできまへんねん。なんで。え、ほんとに。そう。え、でなんかさ、手洗いうがいはもうちっちゃい頃から親にもう鶏のように習うものじゃん。手洗いはできる。あ、そうなの。ややこしい。どういうこと。うがいだけ。うがいができないってことか。そう、もうどうしてもうがいができなくて、コロナが流行ってさ、ほう、うがいをする機会っていうのが増えたじゃないですか。もう毎日大変で大変で。あ、本当にできない。え、どういうこと。うがいって全人類できんじゃん。一人残らず右。それができへんのよ。難しい。いや、でも特にあのタイトルコールにありましたあのガラガラうがいですね、うんうんうん、あれができなくて、でコロナの間そのうがいをする回数も増えてんけど、うん、ガラガラうがいをするともう身を削ってしまうから、ほう、ノーガラガラうがいをしてた。それもうがいじゃないじゃん。それがね、ガラガラうがいができへん僕が必死に開発したうがいなんですよ。あ、ちょっと一回見てもらいます。もうちょっと見ないと何言ってるかはもう今日わかんないわ。ノーガラガラうがいをちょっと見てもらいますわ。ちょっといきますよ。まずこれを口に含む。はい。うんうん。うわ、やばい、揺すってる。今うがいした。わからん、できてんのかは。わからん、しました。ノーガラガラうがいをしました。いや、もうできてないのに名前つけ。それはもう引き船のど水通しじゃん。まあ、これは何をやってるかというと、水を飲むでしょ、うんうん、飲むねんけど、ごっくんせえへん直前の喉に溜めるねん、うん、水を、うんうん、で、ふんねん。不便だね。でも確かにこれがめっちゃ不便なところがあって、失敗するとそのまま飲んでまうのよ。いや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 、ダメだよ。なのでこのガラガラうがいをできるようにしてほしい。どうやってやんだ。ガラガラって本当にさ、親鳥をひよ鳥が見るように自然にできるものだから。いや、それがね、溺れるんです、ガラガラうがいをすると。どういうこと。厄介だね。え、ちょっとやってみて。とまず一回見せます。ほんでこれちょ口に含むと説明できへんから先説明しとくわ。まず一回ガラガラうがいをしようとします、はい、おそらく失敗します。ほいほい。で失敗したからもう一回やろうとします。でもその二回目もおそらく失敗しますっていう流れでやります。いやいや、その失敗企業みたいに言うけど、そんな失敗すること丁寧に丁寧に言う企業ないんだよ。今日のアジェンダです。失敗します。じゃあまずいきます。ほい。じゃあ、まあ、普通にやってね。盛らずにやってね。盛らずにね。いくよ。はぁ、怖い。あ、そんな苦手なんだ。しんどい。もうしんどい。いきます。うわー、かわいそう。ちょっとマジで一応注意なのこれ。今のポイントがあって。知らんけど。ポイント。お、これもうパワポで説明しようかな。ほんとだわ。1回目失敗したやんか、うん、失敗したから2回目行こうとしたやん、うん、もうダメなんだ。上向くことすらできへんぐらい受け付けへん。それはさ、上向いた時に別に水分残ってるとかではないんでしょ。違う。あ、だけどもう拒否ってんだ。受け付けへん。そうっていう流れで溺れ死にそうになるのでガラガラ具合ができないんですね。じゃあもう1回やってってちょっと2回行く。いや1回目だけでいい。え、ちょ、状況を見ないといけないから。ナオシスターとしては、あ、この桶の中見ないで、恥ずかしいから。恥ずかしい。それは嫌なんだ。いきます。いや、そんなになんないでしょ。本当に真面目にやってよ。本当に大真面目。できるようになりたいな。なりたいな。うがいができるようになりたいな。気管に入っ
ってるとこでもないんだね。だから今見た感じだとちょっと涙拭いて可哀想。でもそれはわかんないです、あの状況がもうわかんないです。水飲んだりさ、なんか粉とか吸ってむせる時あるやん、うんうん、気管に変なとこ入ったってやつ、うんうん、変なとこ入ってる感じはないじゃないんだよね、多分そんな感じだよね、うん、そうするとなんかってなるじゃん、じゃないもんね。そう、え、ここに溜められてはいるの？あ、それはだってあの脳ガラガラうがいでさ溜めることはできるから、いろいろ試してみよう。こっからそう、ちょっと一個ずつ解決してほしい。はい、え、まずさ、はい、あのエアガラガラできる、あ、待って待って、エアガラガラ意識したらできなかった。せわしくんじゃんこれ、違う、じゃなくてしわくん、しわくん違う。あ、これ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 、え、なにそれ、これできる。あ、じゃあそっからだ、多分変なとこ入ってんねん。なんなの、なんなの、ほんとにとしおくんではない。ちょちょちょ、それはでしょ、それはできるんだ、じゃなくて、うん、言ったとして、これこれ、ね、いや難しい、うるさい、うるさいよ、葵が説明じゃん、ダイナソーみたいな当たり前できるものを説明するって難しい。いや、まあ、それはそう。で、あの絶根と上顎がこうブルブル、絶根って何、あ、あの下のね、下の、そうそう、一番奥のさ、あってところか、ね、はい、上顎にこうブルブルブルってなるみたいな、カーラー、あ、すごいできれば、カーラー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 、それだね、多分それで上ってなってるもんね、それじゃない原因、え、それしかない方法、じゃあもう無理やけど。あ、じゃあまず水を含んで、はい、まあ、上向きすぎると苦しいから中途半端に首を上げて中途半端に首を上げて上げて、はい、あーって言ってみて、普通に何も考えずに水を入れて上を向いて、あー、水を向いて、ちょ、シンジ君みたいな目標をセンターに入れてスイッチ目標をセンターに入れてスイッチあれ人類救ってるから救えないのよ、誰もうがいじゃん、うんうん、うん、あー、あー、でも、でも、ぽいぽいぽい、うるさいなうえーって言わなくてもいいじゃんでも今できたね、ちょっとできたね、2、3柄できてた、2、3柄、2、3柄できた、ポケモンみたいだけど、うん、カサンドラみたいな、ダム、扉をパカーンってして水がバーっていくとするじゃん。あ、ダムはそうです、放水ね、ダムの放水、そうそう、はい、それが今聞くまでわかんないけど多分こうなの、もうジャーみたいな、だからボコボコボコってなるんだけど意外と締めてんだよね、ここ。あ、いびきの真似はみたいな、あ、うえもうどうしよう、難しいな。あ、これは、あ、でも近いかも、それももっと震えると思うなんでセットでついてこのバリアセットいらんのよあ、こうならいける、おおおお、でも長くの長尺になってきたね。お、ただ喉が洗えてんのかはちょっと謎。あ、ちょっと締めちゃすぎてる感じ。なんて締めちゃってるすぎてる、締めちゃすぎてる感じがする。あんまりそのこっちに入んないんだよね、うがいって。それで喉洗えてんの？喉を洗うんじゃないの？もうそれで言うと喉開けてこの辺に入れて戻すとかもできる。みんなこの辺の上辺でガラガラっていうのもあるし、ちょっと喉ってこう開いてもうちょっと奥洗おうかなぐらいの水使いではある、人類って。あ、それは脳ガラガラと一緒や。ちゃんとガラガラしてんね。ガラガラすんの？みんなアベンジャーズだから。僕だけアベンジャーズじゃないのはーとか、なんかちょっと無声裏声みたいな、息が多い裏声みたいなのも、雪の花みたいな、おーとーしー、あ、違う雪の花をみたいな、この雪の花を、あ、そうだ、あ、だからこれ雪のが低いのよって、雪の花をって言ったわけ、雪の花じゃあそれやってみて低いのおーとっていうのと、オッケー、あー、低いのはよりダメだねってことが分かった。これはダメだ。あ、なるほど。ってことは裏声チャンス、激アツ何それ、パチンコみたいな、あるか、おお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 
ら断然なうがいね。わざとじゃないんです。なんか半身オートっていうのが出てきたんだけど、歯医者さんとか行ける？歯医者さん大丈夫です。なんでだろうね。そう、なんか半身オートとかがある人は歯医者とかももう無理なんだって。歯磨きとかもできないみたいな。あー、全然歯磨き全然大丈夫です。はー、ちょっと息を強く吐いてみるっていうのがあったから、それでだけやってみるか。ラストチャレンジ、これで無理ならお悩み続行だね。これで無理ならもう皆さんのお知恵を拝借しよう。コメントにいただいたのを僕もう試します。全部やる、うん、コメントにもらったうがいの方法全部やる。生放送とかやだよもう。強く息を吐くね。はい。うわでもちょっとできそうじゃない？一番いい？なんだ今の方？一番長尺？なんだ？でももう水が大幅でしたよ。ちょっとアヒルとかがバシャ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 ってやる波に一番マシだね。これかな。もう一回だけやってみようか。最後おえを我慢して終わりにしよう。おえを我慢。びちゃびちゃなんですけど。いやでも一番マシじゃない？一番マシ。もうただもう周りがもうほんととんでもないびちゃびちゃになっちゃうかな。まあ外とかでもさやるじゃないかい。いやそうよ、超迷惑系やん。体もめっちゃびっしゃってなっちゃうから。じゃあほんとはうがいってなんかそーっとでもできるぐらいの、ほんとカラカラカラとか無声みたいのもできるはずだから、いやこれができるよみたいなあったらぜひ教えてください。僕もびちゃびちゃになりたくないです。うわーむずー。ということで動画見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。なんかいい方法あるといいね。マジで救ってほしい。せーの、バイバーイ。コメントお待ちしてまーす。お待ちしてまーす。なんか当たり前のことをこう人に説明するって難しいんだね。もう めちゃくちゃびちゃびちゃになっちゃった。なんで普段どうやってやってるかなって考えたこともなかったわ。やっぱ意識してないことを説明するっていうのは一番、あの塾の先生とかもそうよ。自分知ってるから教える難しい。まあ、そう教えられるようになったらじゃあうがいマスターになるんだ。